まあ、ビリヤードっていうのは1番落とすときにもう2番じゃなくて3番4番のことまで考えとかなあかんと。2番のポジショニングをするために1番を入れる。ただ1番を入れて2番を入れやすいポジションに動かすだけじゃ、次3番に対して支障が出るかもしれないと。1番を入れるときにすでに3番のことを考えて、2番を打つときにここに置いたら次の3番を入れやすいというふうに、それを先考えていくわけなんですよ。でそういうのがすごい DJ と似てて、やっぱ DJ もこう回しながら、まあ、お客さんの雰囲気、フロアの雰囲気見てて、そこから2、3曲向こう、4、5曲向こう、例えばまあ1時間向こうぐらいのことをまで考えてこう選曲していかなあかんっていうのにすごいまあ近いもんがあって、まあ、プールと DJ っていうものを今回のアジアツアーのテーマにしてみようかなと。